ご機嫌いかがですか？かずみです。例の超大国からの新型の移るやつで亡くなられた方が国内で出てしまいましたね。感染経路のはっきりしない感染者も出始めて新たなフェーズに入ってきているようです。このニュースにツイッターで反応した特定野党の参院議員石垣のりこ氏、あるリツイートにコメントしたのが話題になっていたので紹介しますね。きっかけのツイートは NHK ニュースの速報。神奈川県に住む80代の女性が死亡し、COVID-19 歳に感染していたことが分かり、国内で感染者が死亡したのは初めてというニュース。石垣氏は、本日、COVID-19 歳で亡くなった方も出てしまった。16分の2日東京都内で立憲フェスが予定されているが、危機管理としては、最悪の事態を想定して、最新の対応をすべき。延期が妥当と考える。とツイート。その投稿に反応したユーザーが、COVID-19 歳より桜が優先、と明言しましたよね。と質問形式のツイート。さらに、このユーザーに、石垣氏がリツイート。デマはやめてください。私が参院予算委員会で申し上げたのは、新型肺炎や自衛隊中東派遣など、我が国に住む人々の安全に関わる問題を議論すべきだが、安倍政権の無能さこそが、この国の安全保障上最大の障壁なので、政権の資質を問う、ということです。と、反論。すると、このツイートに、ネットから多数の反応がありまして、擁護するツイートもあるのですが、やはり、右側の反応が圧倒的。その反応を紹介します。で、続きが、そのために、この政権の堕落の象徴とも言える、桜を見る会について、主に質疑をさせていただきます。なんだから、普通の読解力を持つ人間なら、COVID-19 歳より、桜が優先と言いたいと理解する。デマでも何でもない。高橋陽一さんに対して、ファシスト、レイシスト呼ばわりした件は、どうなりましたか？しっかりと謝罪されましたか？息を吸うように嘘をつくのは、立ち民の、規定演技なのかな？と言われる始末。さらに反応したのは、作家の百田直樹氏。デマじゃないよ。あんたの国会質問は、しっかりと見た。あんたは、質問前に、ツイッターに書いたような誤託を並べた後、そのためにも桜について質問しますと、はっきり言った。そして、質問は桜ばかりで、新型の質問は全くなかった。続けて、こんな国会議員で、年収3000万円。実質年収は1億円近いも、もらってるんだから、うんざりやわ。いい仕事をするのは無理にしても、普通の仕事をしてくれ。と、ツイート。それに対して、石垣氏は、反論のツイートをしまして。それがデマです。私が申し上げたのは、我が国の安全保障上の最大の障壁は、安倍政権の無能さだということ。そして、その無能さの象徴が、桜を見る会。無能な政権が、新型肺炎対応などできません。無能ならやめるべきです。もっとも、こんな単純な理屈も、目の曇った方には理解しがたいのでしょうね。と、反論。本日、8時半時点でこのような展開に、これ、今後の応酬が、かなりヤバい展開になりそうです。かずみは、石垣のりこ議員について、何度か取り上げましたが、断片的にしか、この議員さんのことを理解していませんでした。今後、百田氏とのやりとりで、その素性がさらに拡散することは、容易に想像がつきます。私のような、一般的なユーザーからも、明らかにおかしい言動を、平然としてしまう第二子は、国会にいますが、新たなヤバい議員さんが、白状してしまったなと。そして、今後の展開が、気になりますよね。皆さんはどう思いますか？それでは、ネットの反応を紹介します。綺麗に言葉を並べても、レイシストの説明責任と、後付けの COVID-19 歳の対応、そんなことより、桜を見る会の追求優先。国民をバカにしているんですか？森かけ2年やって、何の進展もなく懲りずに、今度は桜をやる。
1日3億円もの経費がかかる国会で、何の進展もないことばかり。本当に図太い神経ですよね。そんなんだから支持率が下がるばかり。自民党に対抗しうる、まともな野党、が本当に欲しい。野党がダメだから、与党も堕落する。石垣さん。COVID-19 問題は、与野党を問わずに、協力する必要があります。政府が無能だから、対策ができないと非難するのはやめなさい。安倍政権に問題があると思うが、非難ばかりの立憲民主党は国民から見放されますよ。それにダメだと思うなら、しっかり対案を示し、具体的な方策を議論して、速やかに実行しないといけないのでは？なんでツイッターで、そのような報告をしないのですか？議員として本当に仕事しているとは、とてもお見受けできません。いかがですか？皆さんはどう思いますか？今後も、かずみは頑張っていきますので、よろしくお願いします。皆さんの意見を、コメントで教えていただけると、嬉しいです。ご視聴していただき、ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の応援、コメントもお待ちしてます。ありがとうございました。